撃者を相手に魔人剣流チリサダメシュンライトニング爆撃者をチリサダメシュン魔人剣流終わってろやったチリサダメシュン魔人剣流ライトニング爆撃者をブレス系の魔物だ。爆撃者終わる前にライトニング。シュー魔人剣。魔人剣入剣。シュー魔人剣。やったな。シュー魔人剣。魔人剣入剣。ライトニング。シュー魔人剣。あれ。安らかに眠ってくれ。動きの速さに惑わされる。少しは応答しないとな。相手に一気に畳みかけてやるぞ。これで死ぬ。何をするつもりだ。ボスに魔人剣入剣。握った。ライトニング。少し力を抑えるか。襲ってくるのが悪いんだぞ。ライトニング。
しは温存しないとな。クロエ、これでしのげ。やられっぱなしとは。ファーストエイド。フレイブ。やられっぱなしとは。サーク、前から聞きたいことがあったんだけど、クーはなんで遺跡船に来たの？正義の味方だけってこともないでしょ？別に、そうだな、ただの人探しだ。そういうお前はどうなんだ？何か目的があるのか？よくぞ聞いてくれました！私が遺跡船に来たのはエバーライトを探すためよ。エバーライトとはズバリ何でも願いの叶う奇跡の宝。うさんくさいな。そんなもの本当にあるのか？お約束の反応しかできないやつめ。あんたには夢やロマンがないのか。誰でも同じことを言うと思うな。なあシャーリン、どうなんでしょう。今に見てなさいよ。私は何としてもエバーライトを見つけてやるんだから。ノーマさん、気合入ってます。どうかしましたか？いやね、りっちゃんの胸にあるブローチが目に入ったもんで。ブローチですか？そのブローチ、セネセネが拾ったってやつ？はい。ちょっとだけ見せてくんない？いいですよ。変わった石だね。そうかもしれませんね。この色、師匠の記録にあったのと似て
てる。まさかね、実は身近にありましたなんて、うちとしてはありきたりだし。いや、でもでも。りっちゃん。はい。このブローチちょうだい。ダメです。これは絶対手放せません。とても大切なものなんです。これまでにないきっぱりした態度。私は前にこのブローチの石のおかげで命を助けられたんです。諦めるのだな、ノーマン。嫌がるものを無理強いしてはいけない。わかったよ、リッチャ。もうちょうだいなんて言わない。うんうん。だから言って。あのな、50ガルドで安い。作業は終わった。出発するぞ。肝心なところで兄貴が来るとは。でも諦めないぞ。セネセネとリッちゃんってよく見るとあんま似てないね。兄弟って二人だけ？あ、私には姉が。どうだっていいだろう。何怒ってんのよ。動きの速さに惑わされるな。少しは温存しないとな。一気に畳みかけてやるさ。少し力を抑えるとても恐ろしい魔物だきゅ。
長々悪魔が暴れたせいでキュッパたち住み慣れたこの地を追われたキュ。その長々悪魔とやらが地震を起こしているというのか。
腕から血が。ほんのかすり傷だよ。やっぱりセネルさんは本物の戦士だきゅ。キュッポの目に狂いはなかったきゅ。勝利のダンス開始だきゅ。二人とも上手だな。キュキュキュ。私らも頑張ったんだけどな。なんでシュンさんに抱っこ褒められるかな。ねえ、君、そう思わない？まあいいんじゃないか。あんた、ダンス見てすっかりご機嫌になってんでしょ。シネロさんとシャーリーさんにこの貝殻をプレゼントだきゅ。この貝殻は仲良し同士が持つことに意味があるんだきゅ。モフモフ族の間では縁結びの象徴とされているきゅ。貝殻を持つ者同士、気持ちを相手に伝えられるんだきゅ。縁結び？本当にもらってもいいのか？ほんのお礼だきゅ。あー、いいないいな、私にもちょうだい。ごめんだきゅ、一組しか持ってなかったきゅ。この先はどこに通じているんだ？ずっと行くと皆さんの町の近くまで行けるきゅ。少し休んだら出発しよう。お前、まだついてくる気か？一緒に行動するのは。今の状況でシャーリーを助けたと言い切れるのか？お前はここがどこかもわからない。空を飛ぶ男が戻ってくるかもしれない。町へ着くまで安心はできないな。山賊のアジトを襲ってきた赤ずくめの軍勢も気になる。シャーリーと無関係ならいいのだが。ずくめ、シャーリーが気にすることじゃない。皆さん本当にお世話になったきゅ。こちらこそ、地上へ案内してもらって助かった。皆さん、また会おうだきゅ。モフモフ族の村にも遊びに来てほしいきゅ。それじゃ、バイバイだきゅ。バイバイだきゅ。次に会ったら何かちょうだいだきゅ。さてと、これからどうすっかね。天気が崩れそうだな。あー、こりゃ一雨来るかも。雨が嫌いだ。あ、いや、とにかく町へ戻ろう。だがその前に、大陸にも関係動物は多いが、ここまで巨大化する種は初めてだな。環境なんて異例だ。双方のアプローチが必要か。せっかくなら生け捕りにすればよかった。イルッチ、いきなり取ったの？長々悪魔がよほど珍しいんだろう。レイナードの本業は博物学を研究することなんだそうだ。さて、どうやってサンプルを取るか。
くちゃ嬉しそうじゃん。どう見ても完全な学者バカだね。クーリッチとシャーリーは？あれ？どこ行ったんだろう。じゃあ、皆さんと一緒じゃなくて、いいの？人数が多いと目立つからな。二人の方が身動きが取りやすい。でも、別れるなら一言お礼を。こうでもしないと、あいつらずっとついてくる。もし何かあったら困るだろう。そうだね。私と一緒にいて皆さんに迷惑かけたら大変だものね。町の近くまで行って身を潜めよう。情報を集めてどうするかを決めるんだ。うん。爆撃者！